レオナルド・ダ・ヴィンチ、聖アンナと聖母子、168センチメートル112センチメートルルーブル美術館、小羊のいる聖家族は、ラファエロ・サンティによる万丈の油彩画である、ラファイエル・エルベナスと署名され、1507年頃に制作された。マドリードのプラド美術館に所蔵されている。作品は、ローマのファルコニエリコレクションにあった。 カルロス4世が皇太子時代にローマで購入した後、おそらく18世紀にエスコリアルに移され、1837年に王室のコレクションと共にプラド美術館に入った。オックスフォードのアシュモレアン博物館には準備素描が残っている。数多くの古いコピーからも明らかなように、この作品は非常な成功を収めた。傾斜した丘、小さな木。 人間の存在の兆候が点在する魅惑的な田園風景の中で、聖家族は横方向にピラミッド型の構図を形成している。左下の子羊の上に幼子キリストが乗り、聖母マリアはキリストを子羊から引き離そうとしている。聖ヨセフは聖母の後ろで杖を握り、腰を曲げて立っている。子羊はキリストの犠牲の象徴であり、レオナルド・ダヴィンチの 聖アンナと聖母子などの他の同様の作品にも描かれている。構図の明快さや前景の植物など、いくつかの詳細は、究極的には、レオナルドの作品を参照している。しかしラファイロは、レオナルドとは異なり、人物の要望と態度のより明白な自然さ、そして豊かで明るい色彩に対する好みを画面に付与している。さらに、キリストの未来の受難を示唆しつつ、 聖母と聖ヨセフが我が子であるキリストと視線を交わし合うことで、聖家族の慈愛に満ちた絆を表している。この点でラファイロは、当時の他の画家とは一線を画す特質を示しているのである。ありがとうございます。